今日は何日だっけ22日だけど。あー、あとちょっとで給料だ。懐が寒くってね。あー、あと3日だね。今度の3連休、何するのうーん、どこにも行かないで家でゴロゴロするつもり。えー、面白くないじゃない。せっかくの休みなのに。だってしょうがないよ、金欠なんだから。聞いた田中君、この間の昇進試験、またダメだったんだって。 うんあんなに頑張ってたのにねがっくり来てるだろうな明日あったらなんて言って慰めよう気の毒で声のかけようもないよ山田さんの送別会の費用一人3000円でお願いしますすみません今日は持ち合わせがなくてじゃあ私が立て替えておきましょうかえいいんですかすみません明日必ずお返しします 課長の結婚式行ったら妹さんと売り二つなの。え、本当妹さんちょっとかわいそうかも。いや、似てるんだけどとっても感じよかったよ。きっと性格のいい妹さんなんだろうね。すみません。明日午前中に私宛に代引きで荷物が届くことになってるんですけど、遅番なんで受け取ってもらえますか了解。お金だけ準備しといてね。はい。じゃあこの引き出しにお金入れときます。 ぴったりお釣りなしです。わかった。あー、なにこれ。データ全部消えちゃったよ。えー、どうしてわかんないけど、急に画面が真っ暗になって。バックアップ取ってなかったの先輩、ここには駐車できませんよ。そうか。最近、路上駐車の取り締まり厳しくなったからね。しょうがないですね。パーキング探しましょうか。いや。 ほんの10分で済むからちょっと乗っててくれない坂本さん初めて彼女の家に行った時向こうのご両親に何て言いましたえ何て言ったかなどうして実は来週彼女の家に行くんでえまだ結婚するんじゃないんでしょええー、そうなんですけどねでも何か言うべきかなってうん遊びで付き合ってるわけじゃないってことは 岡田さんを見れば向こうのご両親も分かってくれるんじゃない挨拶だけでいいんじゃないバレンタインデーにチョコレートもらったえへへもらったよ。本命から。田中はもらったにはもらったけど、ギリチョコ。いや、ギリでも全然もらえないよりいいんじゃないでも、お返しに1万円はかかるかも。ちょっとありがた迷惑だよな。そうかまあ、感謝のしるしってことでもらっとけよ。 ああ、調子悪う。どうしたのちょっと夕べ飲みすぎて、胸はムカムカするし、胃はもたれるし、頭はガンガンするし、それに女房には毎日午前様だって叱られるし、踏んだり蹴ったりだよ。そんなになるまで飲むから罰が当たったのよ。ああ、腹も痛くなってきた。ちょっとトイレ。まったくもう。田中さん。 乾燥芸会の日程を決めたいんですけど、希望日ってありますかえーと、いつ頃の予定再来週のどこかでやりたいんですけどね。再来週ね。今んとこ全部空いてるけど。じゃあ、いつでも OK ってことでいいですかうん、やっぱ金曜日がベストだな。加藤さん、これ人間ドックの案内書です。 よくお読みになって申し込書を出してくださいねえ人間ドック？いやーちょっと忙しくてそんなの言ってる暇ないんででも加藤さんの年齢だと人間ドックは行かなきゃいけないことになってるんですよえそうなんですかやだなーなんか帰って病気になっちゃうような気がしてまあそう言わずにまあしょうがないですね今度の電車は十五分で次の電車は二十五分ですねうん つまり、今度と次では、今度の方が早いってことだね。なんか紛らわしいですよね。これって鉄道会社に共通した言い方なんでしょうかうーん、どうかな。今度からちょっと気をつけてみてみよう。あ、電車来ましたよ。急ぎましょう。うん、今度のに乗れないと、約束の時間ギリギリになっちゃうからね。あー、目がしょぼしょぼする。どうしたの老眼 そうか三38歳ってもう老眼年齢冗談だよかの中でみちこさんが一番若いんだから女房のやつ朝っぱらからガミガミうるさいったらありゃしないよ毎晩午前様じゃねえ。仕方ないんじゃないの誰が好き好んで午前様やってると思ってんだよなんだかんだ言ってもお前のこと心配してるんだよまだ落ち込んでんの うん、あの一件以来山田さんとの仲がぎくしゃくしちゃって。職場は明るく楽しくだよ。中村さんから飲みに誘えばうん。でも顔を見るとなんか気まずくって。吉田さん、とうとう会社クビになったんだって。うん、あの仕事ぶりじゃ当然だよね。身から出たサビだね。 もっと動ける人があのポストには必要だからね。5今日ののの中田さんの遅刻の理由、聞いたきっとまた寝過ごしたのに渋滞だって。うんバレバレだったね。ネクタイしてなかったし寝癖もついてたしね。そもそも彼渋滞が関係する交通機関なんか使ってたっけうちから駅までの自転車が渋滞してたって言いたいんじゃないのああどうしよう締め切りに間に合わない。 どうしたのちょっと手伝おうかえ、いいの悪いね。恩に生るよ。そんな水臭いこと言って、困ったときはお互い様だよ。ね、昨日、人事課の鈴木さんと激しくやり合ってたでしょ。う。見ちゃったよ。大変そうだね。え、見てたのあの人、一筋縄じゃいかないからね。でも… 今思えば言い過ぎたかな。そうか、見られたか。穴があったら入りたいよ。竹内君って白紙号持ってるんだってね。うん、人は見かけによらないよね。バカなことばっかり言ってるけどさ。そうなんだよね。でもやるときはやるよね。どうだった部長面談。もうガンガンと鳴られちゃって、一焦燻。じゃあ、今夜はお前の焼酒にでも付き合うか。おう パーっとうさばらしでもするかもう今度の課長ったらネチネチしつこいったらありゃしないまた叱られたの謝ってるのに一時間も嫌味みたらたら言われちゃったま右から左へ受けならしとけばいいんじゃないおい明日の飲み会どうする行かないわけにはいかないでしょ部長のお誘いだものそうだね 新入社員はつらいよねなんとか1時会だけで帰るようにしようねまた一からやり直しあんだけエネルギー注いだのにね全然積み上がっていかないほんとにわりに合わないね合わないね部長の娘さん結婚することになったらしいですよへえ娘を結婚させる父親の気持ちって どんなものなんでしょうね。ほっとした気持ちと寂しい気持ちが入り混じって感極まるって感じなんじゃないですかね。そうか。花嫁の父親って複雑な心境なんですね。この度、マーケティング部に配属されましたパク・ヨンジュンです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。パク・ヨンジュンさんね。渡辺です。どうぞよろしく。ところで、 お名前は何とお呼びすすればいいですかあ、前の部署では同性の人がいたのでヨンジュンと呼ばれていましたがここではパクと呼んでくださいわかりましたパクさんですね先ほども申し上げましたように営業部としては賛成いたしかねますでも反対の理由が今一つはっきりこちらに伝わってこないんですよ 利益の見込みがない商品の企画に賛成するわけにはいかないということです。いや、短期的には厳しいかもしれませんが、長期的には必ず利益が見込めると思うんですよ。最終報告書ですが、ひとまずフォーマットを作ってみました。ちょっと目を通して、それで良ければ書き始めておいてもらえますかはい。締め切りはいつですか先方はまだ何も言ってこないけど、前倒しにできることをしといてください。はい、わかりました。 ああ、あ気分爽快なんかあったのいやただ部長が出張で席にいないだけなんだけどねそういえば部全体が伸び伸びしてるみたいだねいくら口を酸っぱくして言っても聞く方にその気がなくっちゃねほんとほんと言うだけ疲れるってもんだよかといって何も言わないでいいってわけにもいかないだろうし人のふり見て我がふり直せで。 自分で気づくのが一番なんだけどね無理無理だいたい先輩後輩の観念からしてないんだから僕たちが新人の頃は先輩の言葉は絶対だったけどな山田部長今夜は嫌に機嫌がいいですよねうん何でも昇進が内定したらしいよへえ、そうなんですかあの笑顔いつもの部長とは思えませんねよっぽど嬉しかったんだろうね 例のプロジェクト、まだ決まらないのそうなんだよ。当初の計画が保留になっちゃってんだよね。なんか話がややこしくなってないそうなんだ。あちらを立てればこちらが立たずでさ。いっそ振り出しに戻しちゃえばそうしたいのは山々なんだけどね。どうしたのさっきから時計ばっかり気にして、じっとも落ち着きがないけど。うん、実は、 さっき病院にいる妻から連絡があって、陣痛が始まったんだって。え、ほんとだったら仕事なんてしてないで、奥さんのところに早く行ってあげなさいよ。うん、そうしたいのは山々なんだけど、どうしても抜けられない会議があって。そんなのどうだっていいじゃない。一緒に何度もあることじゃないのよ。うん、そうだね。じゃあ、課長に相談してくるよ。 山田さんって、飲み会に誘っても絶対に来たことないし、人付き合い良くないよね。うん。部長のゴルフの誘いも平気で断っちゃうんだって。へえー、どんなに仕事ができてもそれじゃあね。そうだよね。やっぱり人間関係って大切だよね。うん。特に組織の仕事って、そういうの影響するじゃない山田さんも上司の受けが悪いと、出世もままならないんじゃないかな。そうか。じゃ、 俺も気をつけなきゃな次回の打ち合わせは来週の火曜か水曜あたりでどうですかどちらかというと14日の方が都合がいいですね14日の火曜日ですねわかりましたじゃ14日の2時3時ということではいじゃ部屋押さえときますお願いしますそれから今年度の経費回数でいいので出しといてくださいはいわかりました今日中にやっときます どんなに頑張っても、所詮一回のサラリーマンなんだから、億万長者になれるわけないよな。どうして今さらそんなことだってさ、毎日満員電車に売られて会社に行って、くたくたになるまで働いて、夜は家に帰って寝るだけ、しかも給料も一向に上がらない、出世も無理ときたら、この先望みなんて持てるわけないよ。そんなこと言わないでくれよ。なんだか俺まで悲しくなってくるよ。 ああ。何のために働きバチみたいに毎日働いてんのかな。いっそ脱サラでもしようかな。そんな弱気なこと言って、自分はダメだって鼻から諦めちゃダメだよ。平凡なサラリーマンでも、真面目にコツコツ働いて、認められた人は5万といるじゃないか。3>, 3時までに会議の資料を提出してください。はい、了解しました。 簡潔にまとめてくださいね。はい、わかりました。あれ今日中本さんも福田さんもお休み中本さんは発熱、福田さんは遅番です。発熱そうなんだ。昨日咳してたから悪化したのかもしれませんね。人身事故で電車が止まってるみたいですよ。ええー。あと30分で着かなくちゃいけないのに、それじゃあ2時に着かないよ。地下鉄で振り替輸送しているようですよ。 ちょっと時間がかかるけどそれで行きましょうかうーんそれしかないね今日から8月だね奥さんの出産も近いんじゃないええ今月の14日出産予定日なんですああそう奥さん暑いのに大変だね木村さん立ち会うのええできれば予定日の前後はお休みをいただいてるんですああ 出張旅費の申請書書くの忘れてた。じゃあ私が書いときましょうか。悪いね。頼むよ。ついでに経理課に回しといてくれないかええー、相変わらず人使いが荒いですね。そんなこと言わないで、頼んだよ。わかりました。その代わり、明日のカの飲み会、絶対参加してくださいね。何書いてるんだ スピーチの原稿なんです。結婚式の二次会でスピーチ頼まれちゃって。あ、吉岡くんの今週末だったね、確か。はい。余興で歌を歌うぐらいにしたかったんですけどね。そういえば、最近はあまり結婚式で歌聞かないね。そうですよね。昔はカラオケ大会みたいなところがありましたけどね。高木くん、沖縄どうだったはい。予定通り行きました。 先方の部長ともお会いできて、いろいろお話を伺ってきました。あ、そう。明日までに報告書出しといて。ラフなのでいいから。はい、大丈夫です。それと、来週の打ち合わせで検討しなきゃいけないことをいくつかピックアップしといて、箇条書きで。はい、わかりました。田中くん、ほうれん草ってわかってるええ、あの、野菜のほうれん草のことですよね。違う違う。違う 会社で使うほうれん草だよあ、ほうは報告、れんは連絡、そうは相談のことですねわかってるんだったらいつもそのようにしてほしいもんだねあ、すみません、気をつけますこの作業ペースじゃ二日の納品は無理じゃないですかうーん、でも先方には大丈夫だって言っちゃったんだろう。えー、まあできるって言ったからにはやらないとな この先の信用に関わるし。ええー、それはわかるんですが。ちょっと作業に行って見直してみようよ。反則用のパンフの印刷、何社からか相見積もり取りましょうか。そうだね。頼むよ。業者にも伝えて意識し合ってもらった方がいいですよね。うん。せっかく作るんだから納得できるものにしないとね。はい、それはもちろんです。 課長先ほど日本商事の佐々木部長からお電話がありましたまた1時間後にかけ直すとのことでした佐々木部長ついさっき電話もらったばっかりだけどななんか用件言ってなかったいいえ何もじゃあ電話してみようかなあこちらから折り返しましょうかと言ったんですがこれから会議に入るのでとおっしゃってましたあそうじゃあ仕方ないね 友達の結婚祝い何がいいと思うコーヒーカップなんてどうですかうーん、ちょっと平凡じゃないかじゃあ、コーヒー豆とセットにしてあげたらどうでしょういやー、豆にも好みがあるしな。難しいもんだね、お祝いも。最近、うちのパソコン調子が悪くって、ウイルスにでも感染したのかなどんな状況なんですかうん、立ち上げると同時に意味不明なメッセージが次から次へと出てくるんだよ。 変なメールを開けたりしませんでしたかとにかくプロバイダーに問い合わせてみた方がいいですよ。さあ、大変だぞ。今度のプロジェクトは失敗するわけにはいかないからな。はい。私たちも成功に向けて全力を尽くして頑張ります。頼むよ。チームは一心同体って言うからね。はい。微力ながら精一杯やらせていただきます。 奥様はとても優しい方だそうですね外面がいいんだようちじゃ鬼より怖いよえー、いいんですかそんなことをおっしゃってここだけの話にしといてくれよとにかく地獄耳なんだから部長家庭円満の秘訣は何ですかそりゃ1に我慢2に我慢3子がなくて5に我慢だよえー、理解のある奥様に見えますけどねうちと外では大違いってね さあ、君たち。今夜は僕のおごりだ。大いに飲んでくれ。部長、ご昇進おめでとうございます。ありがとう。君たちにもまた、一緒に頑張ってもらうからね。もちろんです。では、部長のますますのご活躍を願って、乾杯。あの、おりいってご相談したいことがあるんですが。ああ、木村さん。今ちょっと手が離せないんだけど、ちょっと待ってくれるはい。じゃあ、あちらで待たせていただきます。あ、悪いね。 電話一本入れたらすぐ行くから。先方から見積もりが来ました。あ、どうだった高すぎて話になりません。こっちの予算も言っといたんですけどね。もう一度来てもらって相談してみるか。この書類をシュレッダーにかけてください。はい、全部ですね。いや、個人名の出てるとこだけでいいよ。はい、わかりました。佐藤、税関から呼び出しが来てるぞ。 呼び出しの理由は何ですか何でも通貫書類が不足していたようだおかしいな、何回もチェックしたはずなんですけどいやー、明日から出張になっちゃったよえ、それは急ですね、何かあったんですかうん、工場の電気系統にトラブルが発生したみたいなんだえー、それでわざわざ部長がいらっしゃらなきゃいけないんですかあれミーティングは午後3時からじゃなかったっけ 一時に変更になったことをお伝えしてあったと思いますがうっかりしてたてっきり三時だと思ってたそうでしたか資料を用意しておきましたのでご覧になっておいてくださいあの部長明日の出張のことなんですけどあちょっと一服してからでいいあじゃあ僕もご一緒させてくださいあれタバコ吸うんだっけ吸ってるとこ見たことなかったな山田さん 先週頼んでおいた企画案持ってきて。それがなかなか案がまとまらなくて、まだできてないんです。え、今できてないと困るな。現況報告しといてくれないと。締め切りまでに間に合うはい、締め切りまでには。今資料をお持ちします。部長、長い間大変お世話になりありがとうございました。いやいや、こちらこそ。君にはいろいろ頑張ってもらって感謝してますよ。ソウル支社に行っても頑張ります。 もし部長がソウルにお越しの際はどうぞご連絡くださいうんそっちに行くことがあったらぜひじゃあ体に気をつけて課長今回も予算がオーバーしそうですがじゃあその旨倫理書書いて回しといてくれないかはい文面は前回同様でよろしいですかうん金額のところだけ書き直せばいいだろう。金額はどのくらいにしておきますか前回の2割増ってとこだろう。 ちょっと金額出してみてえ原料がまだ届いてないって鈴木相手先に電話入れてとりあえず商品の納入が遅れるかもしれないって謝っといてくれはいわかりました課長これ以上の遅れは困るということですがそうか弱ったなじゃあ鈴木今すぐ確認しにタイに飛んでくれ課長出張となりますといろいろ準備が必要でして。 そんな悠長なこと言ってられないぞ。一刻を争うんだ。